素朴なまずですねことで、世界遺産があるのになぜ日本遺産がないだろうと。ただ今まで日本にも国宝とか重要文化財はあるんですけど、それが点だったんですね。この面的にパッケージでそこにストーリー性を設けて、今まであるものをもっと生かそうという意味での日本遺産というのを作ることにしました。今文化庁の予算も非常に限られていてですね、その守ること自体が例えば修復改善とかね難しくなってきてるんですね。ですからこれをその観光ビジネスにも結びつけることによって、ビジネスチャンスだと、だからきちっと投資しなくちゃいけないという相乗効果が上がる戦略を考えています。